あなたはここの人じゃありませんよね。ベンジスから来たんだけど、シェルター201ってここ？責任者と話がしたいの。責任者は私です。バイリンと申します。もう何日もあなた方の情報がベンジスにとっと届いていません。何かあったのですか？ハイエナに襲撃されて、エナジーや食べ物、薬、水のほとんどを奪われました。通信機が壊れたせいで、外の世界とも連絡が取れずにいたのです。ショーンという人に会わせてほしいの。カレイド社長からその人がここにいると聞いてきたわ。ショーンさんなんて人はここにはいませんよ。でも私が覚えていないだけかもしれません。他、ありがとう。その前にシェルターの仕事を手伝わせて。何か私にできることある？今一番困ってるのは飲み水の不足です。一つしかない浄水装置が壊れてしまったので、フィルターを交換してエナジー供給機能を修理しないといけません。でも備蓄していたスペアパーツまでハイエナに奪われてしまいました。どうにかしてフィルターを取り戻したいのですが。それなら任せて。ハイエナの居場所を教えてくれたら取り戻しに行くわ。
あとはエナジー供給機能さえ修理すれば浄水装置が使えるようになります。合計3基あるシェルターの風力発電機は全て襲撃の際に壊れてしまいました。でも専用の工具がなくて修理できないのです。足りない工具はなんとかなりそう。予備もあったのですが襲撃のどさくさで紛失してしまって、こうなったら運試しにベンジスに行ってみるしかなさそうですね。提案、工具に関してはベンジスに戻りクロウさんに助けを求めるのがよろしいかと。よろしくお願いします。私もできる限りショーンさんの情報を集めておきますね。やあ、また会ったな。クロ、シェルター201の風力発電機が故障したんだけど、工具を持ってない？シェルター201。ああ、バイリンのとこか。また問題が起こったのか？工具ならここにある。ほら、やるよ。ありがとう。いいってことさ。イルミネーションの礼だ。待ってるだろうから、早く行ってやりな。
ったわ。バイリンの方は手がかりをつかめたかしら。戻って聞いてみません。発電機は3台修理し終えたわ。シェルターのエナジー供給はこれで回復するはずよ。よかった。これでみんながきれいな水を飲めます。お探しのショーンさんですが、誰も心当たりがないようです。もしかして聞き間違えたのかな。社長は確かにショーンと言ってたはずだけど。もう一つ可能性があるとすれば、行員さんですね。少し前にキリウォンの鉱山から逃げてきた人たちがいます。私はよく知らないのですが、その中にお探しの方がいるかもしれません。彼らの仮住まいを訪ねてはいかがですか。すぐそこにあるあの家です。すみません、ショーン・ガビルという人を知りませんか。シャドウや、うちの可愛いシャドウや。シャドウ？あ、いえ、ショーン・ガビルって人のことを聞いてるんですが、どこにいるかわかりますか。シャドウ、早く帰っておいで。外は危ないよ。ショーン、そんな奴ここにはいねえけど。説明。その人はあなたと一緒にキリオン鉱山から逃げ出した行員です。行員？パンゴリンやタミル、フォーチュンならわかるが、ショーンなんてやつは知らねえな。そっか、ありがとう。他を当たってみるわ。ショーンって名前の知り合いはいるけど、君が探してる人とは違うな。そいつはもう何年も前に死んだ。その行員ってやつ、名前間違ってないか？本当に間違ってるのかも。ショーンが本名じゃなかったら厄介なことになるわ。日記にはブライアンとあります。バイリンに聞いてみてはいかがでせん。どうでした、ショーンさん、見つかりましたか？ショーンの日記は見つかった。でも関係者は全員ショーンを知らないと証言してる。ここでは名前や身分を偽ってたのかもしれないわ。身分を偽っていた。今唯一の手がかりはシェルターに住むブライアンという名の子供。その子の居場所はわかる？ブライアンを探してるんですか、あの子ったら。私にも居場所がわからなくて。彼のお母さん、オリビアに聞いてみてください。
あなた、この辺の人じゃないわよね。ブライアン、あの子がまた何かした？しばらくおとなしく家にいなさい。どこへも行くなって言ったのに、まったく。それは誤解です。私たちは彼に聞きたいことがあってきました。少しだけ話をさせてください。あの子なら、家の裏手の芝生にいるわ。向こう側に回ったらすぐ見えるはず。案内しましょうか？うん、大丈夫。ありがとう。ねえ、あなたブライアン？そうですけど、ブライアンという人が他にもいれば別ですけどね。僕、あなたが浄水器を直すとこずっと見てました。ベンジスから来たんでしょ？知ってますよ。人を探してるんでしょ？でも聞く相手を間違えてます。レイおじさんやベンはショーンなんて人を知りませんから。リンダおばあちゃんはシャドがいなくなってから頭が変になってしまったんです。ショーンを失踪した自分の息子と勘違いしてるんですよ。あなたはショーンを知っているのですね。もちろん。ここではパンゴリンって呼ばれてます。あそこに大きな倉庫があるでしょ？あの中にいますよ。でもあそこはバイリンさんが立ち入り禁止にしています。倉庫の監視装置はずっと前に充電が切れたから、中の様子がどうなっているのか今は誰も知りません。なぜその人を閉じ込めているのですか？中にいるのはショーンだけじゃありませんよ。他にも重傷の人とかサプレッサーが壊れた人がいっぱいいます。みんなベンジスからの救援物資を待ってるんです。間に合うかどうかは謎ですけどね。ねえ、もしショーンに会いたいならバイリンさんにお願いした方がいいですよ。許可をもらわないと衛兵が中に入れてくれませんから。ショーンの手がかりを見つけた。ここではパンゴリンという名を語ってる。今は倉庫に閉じ込められてると聞いたわ。そうですか、パンゴリンが。ブライアンたら、払いざらい話してしまったのですね。実はパンゴリンはもう。持ちこたえられなかったの？いえ、電力供給が回復した後、倉庫内の監視カメラを確認したところ、彼らはもう元の姿ではありませんでした。それはつまり変異したということですか？ベンジスから救援物資が届けば彼らを救えると思っていたのですが、今はもう。変異した人たちをどうすべきかは分かってるわよね。でもあそこにいるのは私たちの仲間です。私にはできません。彼らはもう仲間じゃない。シェルターでずっとモンスターを飼い続けるなんて無理よ。わかりました。倉庫を開けさせましょう。あなたも協力してくれませんか、モンスター退治に。しまった、倉庫からミュータントが。慌てないでください。一緒にこの困難を乗り越えられなくてごめんなさい。でもあのモンスターたちはもう仲間ではありません。必
らず倒さないと。ありがとうございます。これでもう安心です。でもショーンさんは。彼は立派に自分の務めを果たしたわ。ここで亡くなった人たちはみんな私たちの仲間です。彼らの払った犠牲を私は決して忘れません。頑張ってリーダーの責任を果たします。みんなの期待を裏切らないように。バイリンさんならきっと素晴らしいリーダーになれます。いろいろありがとうございました。シェルターの再建はまだ始まったばかり。私今まで以上に頑張ります。いつでも遊びに来てくださいね。